はい、成功しました。漫画家がためになるラジオです。後藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ねまあ、何失敗してるかっていうとこのオープニングというものボタンを押すっていう、はい、この簡単なことに <laughs> <laughs> 一瞬失敗して撮り直しましたね。<laughs> いや難しいんですよ意外と。今日はね YOSHIKI、はい、さんが9時までということなんで。 なるべくコンパクトに、ね、2>, <laughs> 2本そこまでに撮りたいよね,ね、まあ、普通にやれば大丈夫なはずなんだ、うん、普通にやれば大丈夫なはずなぜならこの番組は20分ぐらいでためになることを本来お話する <laughs> 予定だったものの僕の体内時計の20分がだいたい40分以上なのであるという <laughs> <laughs> ことに気づきつつあるよね <laughs>、うん まあでもやっぱ印象って怖いもんで僕も毎回40分やってるのかなと思ってこの間見てみたら意外に30分よしよしいいじゃん聞きやすい感じになってますねよし今日はさちょっと贅沢にもさ皆さんからたくさんのお便りを頂いてる中でさ最初2本ぐらいお答えしていく <laughs> 感じにしようかと思う。ど質問の贅沢使いをするす、ね <laughs>。お便りをね。はい、そんな感じでもいいですかもう早速 <laughs>。<laughs> どうぞ。はい、やっていこうかと思いますよ。はい、いやでもね、たくさん聞いてくださってありがとうございます、本当に。はい、じゃあ、お四、はい、40代漫画初心者さんからね。ねお,<ー>お <laughs> いつもラジオを楽しく聞かせていただいていますと後藤さんが公園で YouTube を自撮りしている頃から見ていますって言ってくださっている <laughs> これだいぶ前だぞ2016年とかなんかそんぐらいな気がするな年前レベルですねありがたいですよねしかもさ えーと絵の引き出しの増やし方の生かし方についての質問で以前後藤さんが動画でいい絵をストックすることが重要だとおっしゃってましたとでそこでいい絵だなと思ったコマをスクショして、えー、貯めてみたのですが格好とりあえず100枚と、ね、いざ絵を描こうとすると結局自分の頭の中で考えてしまいストックした絵が結びついて出てきません、えー、自分の引き出しが増えている感じがしないのです。 でこれはまだまだ絵のストックが足りないのかそれともストックした絵の引き出し方が下手なのか何かコツなどあればラジオで取り上げていただけるとありがたいですということをいただいていてめちゃくちゃしかもこれさやってくれてるっていうのがめちゃめちゃ嬉しいなーって思っていますねで100個やってくれたのってめちゃめちゃいいよねまずと思って で,いてで100が多いのか少ないのかっていうとこれはちょっと論点いろいろあるなーって思っててなんか全然出だしとしてはいいんだけどもうちょっと欲しいかみたいな気もしなくは なないなっていっううってててうに思結構なんか僕ポイントだなと思うのは頭の中で融合されて出てくるっていうことはしかもポイントってその100枚集めることよりも僕100回の経験なんだよなとはなんとなく思っててあの集めるたびに見返すって結構大事ななんだよねなんかその1枚集める時に1枚集めると1枚ホルダーに入れるんだけどその時にちゃんとこう。 溜まっってきたもものをもう一回見るんから <laughs> そ,それをやることで100回分頭にもう一回見直すじゃないですかああこんなんあったなこんなん好きだなみたいな、うん、そのやっぱり覚えてなければ頭に入ってなければ当然引っ張り出されては来ないよねっていうのはあるから。 入れるたびに追加するたびに見るっていうのが結構ね大事なことなんじゃないのかなっていうのはちょっと今という中であとこれはなんかさ別のところで読んだ本の中でいいなって思ってたのがさなんか前にさアイディアの出し方のシンプルな本を紹介したことがあると思っていて。 なんだっけあちょっと待ってアイデアのアイデアの作り方っていうさめちゃめちゃ薄い本なんだけどさ、ねえー、ジェームブ W ・ヤングさんの1940年の,あの本なんだよね。うんうん、60分で読めるけど一生あなたを話さない本っていうのがあってちょっと僕そこにあるんで一瞬撮っていいですかっていう <laughs> ちょっと撮りますと。うん ね、はいこの本ですと<ー>えアイデアの作り方っていうのがあるんだけどなんかさこの中で言ってていいなと思ったのがなんかアイデアってそのまず資料集めのところから始まるんだっていうことをね言ってるのなんかもう何もないところから思い浮かばないぞと。 まずなんか資料を集めるんだっていうところから入るんだけどあ 5, 5個のフェーズがあるんだけどねあちょっと5個のフェーズもう一回もうまた読んでほしいんだけどもう言っちゃうとお得なラジオなんて言っちゃうと <laughs> <laughs> まず資料集めから入ってで2番目がその資料に手を加えることで,えで3段階目は なん何とか組み合わせるためにゴニョゴニョ考えるのであると、うん、えなんだけどそれは、えー、意識の外あごめんなさい嘘だわ意識の外でかつまり待つだねアイデアが、うん、なんかその頭の中でゴニョゴニョ考えてなんだろう何ていうのかなそれは意識してやるんじゃなくて自然とそうなって出てくるのを時間を待つっていう。うん <laughs> ということを言ってるんだよね、うん、だから、うん、頭のどこか片隅で忘れないようにしつつも、うん、それを意識的にずっと考えてるっていうアイデアを出す時間を取るっていうわけではなくて意識のの外で組み合わさっっててるのを待つっていうことだね、うん、でそうするとアイデアが誕生するとできたっていう瞬間が4番目に来て、うん、で5番目はそれを現実の状況に合わせるために。 またさらにブラッッシュアップして練り込むみたいなことを言ってるんだけど、うん、でその中で結構こう大事だなって思うのが、まあ、資料を集めるつまりいろんな作品を集めるストックするとかもいいんだけどその後にいろいろ整頓し直すっていうことをこの本では言っているのよあなんかかそのホルダーで分類してみるとか、うんね、だから例えばいろんな分類の仕方があるよね。なんかその じゃあキャラクターが入ってるのとないのでまず分けてみることもできればロングカットなのかアップなのかとかなんかそういういろんな分類の仕方があるんだと思っててでその分類あこういう分類の仕方もあるなああいう分類の仕方もあるなって自分の好きなもので集めたはずだから傾向があるんだと思ってでもその好きにも傾向があるんだと思うんですよね。ななんかかめめちゃめちゃゃここは光ががすやつが多いなとか でそれ以外だなとかねセリフがセリフがよくて選んだなとかねなんかそういうような感じでホルダー分けできるんじゃないかなと思っていてまあ何度かそうやって整頓したりまたいろんな整頓の方法を試してみるみたいなことをやっていく間に頭により入っていったりするのかなというのは思ってます。だからちょっと僕は なんか当初いろんなスクショを集めてフォルダーに入れとくといいよって言ってたんだけどもしかしたらそのフォルダーはなんかもうちょっと5個ぐらいに分けるとかしてえ見てもいいんじゃないかなとは思いますね。なんか僕がパッ,パッとすでに5個ぐらいには簡単に分けられるだろうなと思ってるのがあって。 なんか例えばなんだけど演技がいいパターンうん、うんね、キャラクターの演技がいいパターンと背景的なものがいいパターン、うんうん、風景とか背景とかの良さがいいパターンとか、うんえー、あとは構図だね構図がいいパターンとか、うん、まあ奥行きがあるとか余白があるとかね。うんうん、あとは、えーと 時間感覚を上手に使って間を上手に取れてるとかうん、うん、なんかリズムがいいみたいなパターンもあるだろうなっていうのと、うん、まあ最後が効果だね漫画的効果がいい書き文字がいいとかうんぬんだなとかなんかそういうことってあるなと思っていて漫画らしい表現ってあると思うからなんかそこでね5個の分類が。 ま,まずはできるこれ今言ったので僕は演出の演出小回りの演出の5個の手法についてお話ししたんだけど,どうん、うん、みたいな分け方もできると思うしあとはもう1個がセリフだねセリフがいいっていうパターンちょっとセリフを抜いて絵の5種類の分け方をお話ししたんだけどみたいな感じでなんかホルダー分けしてみたりするとより自分の頭の中で整頓して。 入っていってで結局なんかそれで頭の中にあるから融合されて出ていくんじゃないかなと思ったっていう感じですね。で100枚が少ないのか多いのかなんだけどなんかそうやってホルダー分けした上で。 5個とかのホルダーに分けちゃうと100枚あったとしても1ホルダー20なんだよねそうするとまあ少ないとは思わないけどうん、うん、もっとあってもいいかなという感覚はあるなと思っていてうんかな,なんかここら辺ってなんか実は人間も AI と同じような仕組みなんじゃないかと。 か思っててなんかさ AI もさどういう風に出力するかっていうとやっぱり何万枚というストックがあるんだよね多分おそらく。でそのストックから何、まあ、か抽出して結合して出力するんだと思うんだけど、うん、人間の頭の中もそんな感じなんじゃないというのはまあなんとなく <laughs> <laughs> 思うよねというのがあって。 でやっぱりなんか実は1,000とか万の単位のインプットがいるのかなとは思っていますと。でじゃあ数万枚集めなきゃってことなのっていうと実はそういうことではなくてなんか僕はこのホルダー分けしたり100枚とか集めたり1枚ずつを集めていく過程で少なくとも何度も見返す 頭に入るっていう経験が何,何度も起こりますよねっていうこととそういうことをするマインドで漫画を見ることによって実際はスクショとか集めたりはしないんだけど漫画を見る一コマ一コマを見る時にそのマインドがあることによって頭の入り方が違うんじゃないかなと思ってて。うんうん ただただ漫画を楽しく見るんじゃなくてそのホルダー分けをして集めているという習慣があることによっていつも見ている漫画の見え方が変わってその頭に入って実はその過程で他のインプットも実は全然されててみたいなことがあるんじゃないって 思うんだよなぁなんかだからちょっとあのシーン参考になるかなぁみたいな時にパッと思い浮かぶものが実はフォルダーの中にあるものではなくてその前後にあったものが実は頭の中で印象的に無意識的に覚えてて出てくるなんてことはなんか容易に想像できるのでそういうことってあるのかなぁとはちょっと どう思う思よ YOSHIKI さん。わって喋っちゃったけど。いやさ最後の,そのスクショ取ったやつの、うん、まあ前があったからっていうのはもうちょっ当その通りだなと思ってて、うん、多分スクショだけパッと見た時になんでこれスクショしたんだろうみたいなやつが。<laughs> 多分、まあ、と取り立てだったら覚えてるかもしれないですけど、しばらくなってからだと忘れたりとかって別に漫画に限らずよくある話だと思うん。で、この時んでこれ好きって思ってたんです,けどです、ね、<laughs> いや、でも取 <laughs> った以上、なんか理由があるはずなので、うん、その理由が思い出せる形で保存してあると、まあ確かに、ね、ああ、そ,それ最高にいいね。うん、これがメモなのか。ここ まあ前後も保存するのかとか、まあ、やり方は多分あると思うんですけどでもなんかどこが気に入ったのかっていうのを明確に把握するのってすごい大事だよね、うん、とは思う言語化してもいいと思うんだよね、うん、ここのこういう雰囲気がすごい良かったみたいなね、うん、ことって絶対あるからそれを気に入ったんであるだろうからね。うんうん そうですよね後藤さんの話がまあ要は定着というかまあそ無意識に出せるようにみたいな話に近い意味の定着だと思うのでそれをしようと思うと、うん、本当に書き出してみるといいのかもしれないですねその感じ、うん。だよねいいとこ書き出してみるのは全然いい気がするなぁと思う、うん で、これあとあれだね、だから、ちょっとあれだよね。いや、嘘だな。一瞬訂正,し訂正してもいいかと思ったのが、なんか僕、前に言ったときにさ、僕が実際、僕もやったときにさ、漫画喫茶にこもってさ、一日で結構たくさん集めてたりとかもし,したんだよ。 それもいい、でも僕はそれをやったことですごい学びになった感覚が自分の中でもあるんだけど、うん、とはいえ、やっぱり本当は分けて、1枚ずつ集めていった方が、まあそれもやってたから、それもやってたんだよな、ね、やっぱ。両方,っ <laughs> 両方やってて、<laughs> うん、やっぱどっちもいいものなんですよと。 で、うんーとー、どっちがいいのかって言った時に、なんか一瞬いっぺんに100枚集めるよりも、やっぱり継続的に集めてた方が、なんか効果は高いかなっていうような気はしたんだけれども、まあ、なんか一個く これを掘りたいみたいなテーマがあって、うん、一気に100枚集めるぞだったら多分一気にやった方がいいと思いますけどさっきのフォルダの話だと多分フォルダの数が何個あるっていう話だと思いますので一、うん、個のフォルダの中身を埋めるんだったら逆に一気に見ちゃってもいいかもしれないですしフォルダの個数を一気にやるとなんか別に何ですかねその フォルダを埋めるための作業が始まっちゃうので、うん、大していらないものとかも <laughs> 集めようとしちゃう感じになるんじゃないかしらっていうのは、うん、まあでも本当に好きなもの集めてほしいよなとは思うな,なんかだ,だからこそ楽しいっていうのはあるからねやっぱ自分の好きなものを集めるのは楽しいじゃないですか、うん、自分の最高の <laughs> なんか リス,トリストというかな、うん、アルバムがあるっていうのは、うん、いいよねと思っており是非、うんうん、<laughs> 続けていただければなっていうふうに思いますで絵を描こうとすると結局自分の頭の中で考えるっていうのはどうしても出てはくるんだよね、うん、でもなんかその時にパッとイメージが 湧くように。なって。来る速度が変わってくるというか<おー>。<laughs> うんじゃないかなと思いますね。一旦そんな。感じでございました。じゃあ、というわけで。うん、次のお便り。次の 次というねこれはね、はい、さっきの今のやつはコンパクトにお答えできるんじゃないかなと思ったのでね。<laughs> コンパクトな質問 <laughs>。そう。ね。いやというわけでじゃあちょっと次の、はい、これはどうすんだっていう大変なやつ。これどう考えてもこれ。 <laughs> やっぱりい個い挟んでしまったことでどう考えても時間が足りない <laughs> <laughs> やつを読みます。はい、お名前なしの方から頂、はいたいんだけど、うん、まあね YouTube 見ていていろいろ気持ちが晴れたって言ってくれるんだけど、はいうん、ね。 えー、で、漫画関連の動画あんまり見てこなかったんだけど、YouTube に結構あるってことに気づいたっていうふうに言ってくれてて、で、その中で、まあ、漫画のノウハウ的な動画は多くなっても、うん、まあ、増えたよね、今ね。なんだけれども、編集さんとどうやって良いコミュニケーションを取るかっていう、コミュニケーションアップ方法動画はあんまり少ないように感じたっていう。<laughs> なるほど。<laughs> これはそうかもしれんと思って <laughs> <laughs> これについて。<laughs> 考えていくかっていうみんな編集者とのやり取りに悩むもんね、まあ、でさもう本当にさ辛い話なのがさ、うん、漫画家って基本的にあんまりコミュニケーションを取るのが上手じゃなくて、まあ、だから漫画描こうと思ったんだと思うんだよね僕を含め <laughs> そうじゃない人もいっぱいいる <laughs> そうじゃない人もいっぱいいる <laughs> <laughs> まあなんだか結局仕事にしていく中で編集者といっぱいコミュニケーション取らなくちゃいけなくて <laughs>、ねうん、<laughs> 結局コミュニケーション待ってんだよなっていうのはあるよね <laughs>。でさそこに対するフォローは確かにあんまないなと思ってさっき YOSHIKI さんにも言ったんだけどさなんか就職活動とかのさ面接とか面談とかはさ割と扉の開け方服装椅子の座り方しゃべる <laughs> こ内容とかまでもう手厚くそのこうするといいよみたいなのがあるんじゃない <laughs> でも漫画の打ち合わせのやり方みたいなのは確かに全然ないよなそういうことに比べたらと <laughs> 思って <laughs> そりゃ <laughs> <laughs> でもそんな形式ばったもんでもないからねそりゃそうだよなっていうあとは 編集者もめちゃめちゃいろんな人がいるからねうんもうこれはもうただの人間のコミュニケーションだからもうシンプルにこれは編集者のコミュニケーションというかもう人間ってコミュニケーション難しいですよねって言ってるのに <laughs> まあそうですね等しい難しさがそこにはあるよねっていうのがある中でうんでもやっぱ僕漫画と編集者の 関係ですごいこう難しくなるよなーって思ってるのがうん、うん、そのどうしたって漫画家の方がどうしたって弱い立場になるっていうのがうん、うん、掲載権が編集者にあるっていうこともそうなんだけどうん、うん、それ以上に作品を作るっていうことはうん、うん、自分の心の深い部分をさらけ出すことになるじゃないですか。 ね私はこれがすごく好きなんですとか、ね、私はこういう辛い思いがあったんですとか、うんうん、みたいなことを割と出すからすごくそのそこって傷つきやすいものだと思うんですよ繊細な本当は触れてほしくないようなことをさらけ出してるわけだよね内臓を出してるのに近いようなもんだと思ってて。で だからすごい不利ななんんんだだと思うんだよなんかそこに対してさ不利というかなんか立場的にでも鎧を着れないというかさこ,ことなわけじゃんでも編集者の方は別にいくらでも鎧を着ろう着ようと思えば切れるわけじゃないですかずるくないっていう。<laughs> でだから。<laughs> ま、このそんなに無防備な状況で生きながら上手に話し合いをするって最高むずいくねってだってさ例えばじゃあ僕がその俺もカメラのレンズとかめちゃめちゃ好きなんですよねとかね言った時に「わあ気持ち悪いですね」とか言われたらさすごい悲しいわけじゃん。<laughs> とかこういう経験あったんですよね たっ「そんなこと大したことないですよね」とか言われたらさもう「<laughs> はい」っていう <laughs> <laughs> 感じじゃないだからそういうなんかめちゃめちゃこっちはその弱い部分をさらけ出している状況でででもそれを否定されがちなんでやっぱり面白くないっていう言葉が。 で出てきくる,<音響>来るかもしれない打ち合わせにおいてどうやって自分のメンタルを守りながら良き打ち合わせをできるんだろうかっていうのはこんなん残り10分で話せる<笑><笑> <laughs> <笑><笑> 難しいですね、えー、でも確かにさっき言っしゃった、うん、なるほどなと思ったのは、まあうん、漫画に、ね、ある程度自分の思ったこととかを書いた状態で人に見せるじゃないですか、うん、でこれ編集者じゃなかったら、うん、多分気を使うと思うんですよ、普通に。<laughs> まあそうだね、うん <laughs> うん まあ本当に面白いかもしれないですけど、うん、まあ気を使っては面白いですねとか、うん、ここはいいですねとかっていうでしょうしまあつまんねえこれっていう人もいるかもしれないですけど、うん、その人はある程度仲のいい友達とか、うん、まあそもそもなんでそいつに見せたのみたいなちょっと見せる相手としても間違ってた感じになりますけど、うん、編集者の場合ってなんかうんダメ出しとまで言わない。 こう変えた方がいいんじゃないんですかみたいなのを言うのがある程度求められちゃってるから、うんね、さっきの後藤さんみたいに昨日こんな辛いことがあったって言ったときに、うん、そんなことなくないって言われるっていう相手だと思うと <laughs> それはもうコミュニケーションじゃないもう何かだと思うしかないんじゃないかなっていう気はしますね。 理屈を言うとさ理屈を言うと、うんうん、あの大元のこれが好きまあ弱い部分ね作家の中の弱い弱くてしかし尊き部分ってやっぱこれがすごく好きなんですとか、うん、もしくはこういう経験をしたことによってこういう思いがあるんですとか、うん、みたいなところだと仮に置いた時に、うんうん、それってさ絶対に否定できないものだと。 思この経験が悪いもののはずがないっていう何、うんね、か何かを好きなこととか、うん、何かを好きでいけないことなんかないじゃん世の中何 <laughs> かあるあるか殺人が好きでしょうがなくてとかあるか <laughs> まあまあ例外はあるかもしれないですけど、うん、基本的にはないですよね、うん、まあでもなんか別にそれは その思いは悪い、漫画の中でやっぱ悪いものでは全くないと思うんだよね。なんかその執着は全然、あのー、エンターテインメントになりうるよね、むしろ。うん <laughs> で、えっ、ー、とー、で、こんな経験があったんですとか、その経験そのものを、いや、そんなのおかしいよみたいなことは絶対にやっぱないと思う、思いますと。 って、うん、なると僕は打ち合わせっていうのは基本的には伝わらないっていうことはあり得ると思っていてその魅力がねその魅力そのものはよくてもなんか書き方の問題とかで伝わらないことは全然あると思うからだからこういうふうにした方がそのエッセンスが伝わるんじゃないですかっていうことはできると思って。 いいまますっていうのがまず大前提で、うん、だから本当だったら漫画家は自分の経験や自分の好きは否定されるはずは絶対にないんだという確信のもと、うん、なんか面白くないっすとかこうした方がいいと思いますって言われた時に「うん、いや僕はこれが面白いです」でこういう風に表現したいと思いますっていうのを本当は主張していいはず。<laughs> 理屈上 面白くないと言われたら「いや俺は面白いと思ってると」言っていいはず <laughs> というかそれが本来やるべき <laughs> で面白いと思ってんだけど面白くないってことはおそらく伝わってないから伝,える伝わり合うためにどうしましょうかっていうのが <laughs> 本来あってよいのだが、うん、だが。 そんなふうな強い自己確信ってなかなか持てないよねっていうさ <laughs> そう、ね。それ、それ持ててる人ってコミュニケーション、漫画に限らずコミュニケーションで悩んだことがないタイプだけ <laughs>、うん、そうだよね。うん、いや、でもそんなやつって絶対ないよね。もう、人間の。 そう脆い部分だからこそ解像度が高くて語れるは、うん、ところだからねなんかそんな鈍感だったらなんつうのかなそもそも上手に書けんでしょうっていうことだからなっていうさなんか魅力が繊細なんであるっていうことなんだと 思うんだよダイヤモンドじゃないんだよなだからダイヤモンドってさ大じゃん <laughs> どっちかっていうとさ綺麗だけど割れやすい例えが何も思い浮かばなかったんだけど、うんまあ、なんだろうね、うん、氷砂糖みたいなさあ氷砂糖も結構硬いんだよなあ硬いですよ <laughs> なんかなんかないのなんかもろくて美しいもの 普通はガラス細工とか言いますね。ガラス細工とか言うよね。<laughs> ねそう、ガラス細工よりも脆いと思うんだよな。ガラス硬いじゃん。細工にな落としたら割れるっていう、ね。落としたら割れる、ね。ライダとか氷砂糖は落としても別に割れないそうだね。<laughs> だそんなものを語り合うときに、そういうものを持っていかなくちゃいけないときに、 どうやって上手に打ち合わせすん言葉のやり取りするんですかっていうのってまあ構造的にだからもう不,不利な状況に立ってるから <laughs> <laughs> マジムズ問題だなこれって思った <laughs> 思ったがでもなんか結局今の話が大事な気もするんだよね 自分の経験とか自分が大事に思ってるっていうものは絶対に否定されないというなんかそのはずなんであるっていう <laughs> 心持ちを <laughs> 持つこと <laughs> だよね、うん。だってそこを大事にし,しなかったら。 その今社会的にも普通に問題になるからね人格否定人格の部分だからさそこってさ打ち合わせの中で人格して否定されたら話になんねえから <laughs> まあいやそう <laughs> そうなんですけどでも <laughs> 大元に戻すと <laughs> 自分の人格を書いて持ってきたから、うん。 これれれ人格ですってて言われて渡さたそうなるとこれ人格否定しちゃいけないから何も言えないなみたいなことにそうだよねかだから本当は、まあ、いや本当何も言えなくてよくて、うん、人格の部分は絶対に肯定で、うん、だけど伝わってないですなんだと思うんだよね、うん、で伝えるための話し合いなはず行われるのは理屈で言えばそのはずだから、うん まあだからこそそのまあそういうものであると理解しながらなんとか伝えるために伝えるための話し合いに持っていくっていうまあ、そう伝えるための話し合いをしているんだと思うことによって上手に心を守り。<laughs> 挑んでいくのがなんかいろんな細かい技はあるかもしれないけどうん、うん、大前提すごくそうですね大事なことなのかなって思ったよ。うん、いやそうなんですよね基本細かい技の話になっちゃうと思うので、うん、相手に通じるかどうかっていう問題が結構人によるっていうところに行っちゃうので。 うん、いやでも本当にさ作家はさ自分のメンタルを守るのがすごく大事だからだって、うん、そこを書いていくようなも,、うん、もんだからさ、うんうん、なんかそ,そこがさなんかもうなんだろうな変に閉じたりふた、うん、をしちゃったらさ、うん、とかなんか 変にそこが傷ついたらさいい漫画になっていかないんだよねさっきも言ったけど、うん、そこの繊細さみたいな部分がそのすごく読み,読み応えのあるものだからね、うん、だからそこはしっかりやっぱり守らなくちゃいけなくて自分の精神性みたいなところはね。うん だからそこを守りつつ打ち合わせをするのはマジで大事なことなんだよなぁって思っておりますね。どうするこれ。これはもうあれだわ。引き続きみんなと考えよう。そうですね。<laughs> ちょっと、あの、編集者コミュニケーションはもうずっと出てくる課題だと思いますので。 まあ、とりあえず今日のところは守ろう、守ろう <laughs> まずは <laughs>、まずは守ろうっていうところを一つ提案として出したということにして、から先は、そうだねまた皆さんの意見だったり、お便り箱に来た解釈だったりを。ねね めめちゃめちゃゃ僕今後悔してるもんなんか9時までって言われて30分って言われてなぜ2個へ取り上げてしまったのかということと <laughs> そうですね別に2個はいいんですけど多分これじゃなくてもっと5秒で書いてるようなやつが実はあったりするからどうしてこれに行ったんだろうっていうのはちょっと思いましたけどね <laughs> そうだねちょっと今日のところは こここまでにしとこう20分ぐらい経ってるる気がするからねいやもう30分ぐらい経って,て <laughs> 大丈夫ですよ <laughs> そうかい分かったじゃあ皆さんぜひ打ち合わせで気をつけてることをねあそうですね教えてほしいちなみに僕はね打ち合わせ前にドトールできついコーヒーを飲んでってた、えー、エスプレッソをダブルでええー そうするとね、メンタルがちょっと強くなるんですよ。<laughs> 人,に人による。<laughs> 皆さんぜひ、ドトール、あれ、ドトール、え、そ,れそうですか、とかな。ちょっと分かんない、あった気がするんだけどな、うん。うん。っていうのを、ね、思っております。 テクニックじゃなくて、気の,気の持たせ方の方の話だね。より、より人によるっていう <laughs> まあなんかまあ、なんか、そういうのなんかヒントがあるかもしれないです。うん、はい。じゃあ、そんな感じでーす。はーい。ありがとういま,またねー。